はい、皆さんこんにちは、小平でございます。ということでですね、今回なんですけれども、いやー、ね、沼津でね、地元愛夏祭りですか、開催されてるということでね、まあ個人的にはね、行きたかったですけれども、まあでもね、ね、沼津、まあこれからもね、イベントあるなし関係なくね、ね、たくさん楽しみたいと思いますし、まあ皆さんもね、そうだと思いますが、美味しいね、海の幸、ね、まあ訪れた際はね、ぜひ楽しんでほしいなというふうに思います。ちょっとね、関係ないですけどね、まあ僕今これ大阪なんですけど、大阪からね、実は沼津ってね、簡単に行けるんですよね。行ける手段がいろいろあるんですよね。まあそれについてもね、動画で紹介、まあというか大阪だけに限らず西日本のあらゆる場所から実はね、まあ利便性、まあ費用はともかくとして利便性という面でね、意外と楽に行けますよと、東京行くのと同じぐらいのね、感覚で行けるよっていうこともね、まあ、また機会あればね、紹介したいなと思いますので、はい、お願いします。でね、まあ、今回はそんな沼津をテーマとしたまた動画になりますけども、皆さんね、冷静に考えてみてください。ラブライブサンシャインって始まったの2015年とか16年なんですよ。はい。まあ、プロジェクトが始動したのは2015年。で、本格的にコンテンツが、として動き出したのは2016年なんですよ。はい。そこから数えて、今、8年経ってるんですよ。はい。8年もコンテンツが続くって思いませんでしょ、皆さん、普通は。ねえ、ラブライブサンシャイン皆さん8年続いてますからね。はい。そして僕は、まあ8年。まあ8年とは言う、まあまあ7年、8年ぐらいですよ。毎年っていうか、もう何回行ったんだってぐらい、数十回、いやもう100回超えてるかもしれない。沼津を訪れてるというですね、衝撃の事実。はい。まあ、どんなに少なく見積もっても7年連続沼津行ってるというですね、もう、あれかな、ちょっと故郷かなみたいな感じの感覚になってますけれども、そうなんですよ。僕の場合はですね、7年近くもうずっと沼津に通ってる。初めて行ったのが僕沼津。ラブラブサンシャイン知ってからね、行ったのが、2016年の10月とか、9月とか、アニメ一期が放送されて本当に直後。に初めて行ったので、本当にそこから数えても8年は7年半ぐらいかはもう行ってるというですね、ことでございます。まあそれだけね、沼津が魅力的な場所だということもございますし、いや本当ね、町おこしってまさにこのことなんだなというふうに感じましたね。もう今やアクアといえば沼津っていうのはもちろんそうですし、沼津といえばアクアだよねみたいな感じの、まあラブライブだよねみたいな感じの、もう世間の認識はもうものすごい大きいんですよね、実際。はい。まあそれはね、経済効果というね、数字にも表れてますし、ね、皆さんね、もうアニメ好きの方だったらもちろんのこと、そうじゃない地元の方々でも、もう、ね、多くの方に認知されてるという事実もございます。いや、ほんとね、すごいことだと思いますよ。で、実際町おこしできましたしね、そういう先ほどね、経済効果って話もしましたし、何よりね、沼津ってもともとね、まあもちろん、東京から行きやすいっていう魅力はあったんですけども、港という以外、ものすごい魅力がいっぱいあるという、ね、場所としての、まあ良さはあったんだけれども、まあただ、なんて言うんですかね、こう、何かこう引き出しがなかったと。ね、やっぱりベースはいいもの持ってるけども、その引き出しの魅力がやっぱり少なかったっていうね、ことはあったんですよね。ただ、そこから大きく変わったということでございます。それで今日に至るというね、もう沼津でもいっぱいイベント行われてますし、ラブライブによるね。でね、まあ聖地巡礼っていうんですか、まあこれでの多くの方が、まあ特にね、今日みたいな3連休とか、年末年始夏休み、そういったね、連休し、ホリデーシーズンはですね、本当に多くの方が沼津に訪れてるというですね、非常にすごい、不動の地位をね、勝ち取ったっていう形になります。全国にね、様々な聖地ございますけれども、アニメ聖地ね。外国の方含めね、本当に多くの方が沼津を訪れてるというふうにはよく聞いてます。はい。いや、なのでね、本当にすごいことだなと。で、ちょっとね、鉄道オタク的なね、話になるんですけれども、かつてですね、ラブライブが、ラブライブサンシャインが沼津で展開される直前までですね、東京から一本で定期的に、特急列車が走ってたんですよね。乗り換えなしで行ける新宿から。ね、小田急線とか JR 線使った、まあ、特急が走ってたんですけども、まあ、ただそれも残念なことにね、ラブライブサンシャインが始まる直前に、沼津行きっていう電車が廃止されちゃったんですよ。はい。
なのでもうちょっとそこのタイミングさえ合っていれば今でも沼津に行くような直通でね1本で行ける特急が出てたのかなと思うとなかなか残念でございます。まあそうじゃなくてもね新幹線でね行けますのでね非常にそういう意味でも利便性は高いんですが、まあそういうね沼津の魅力、あったりします。はい。まあそんなですね沼津でアクアが活動始めてからまあ活動始めるというかそういうね拠点にしてからもう早8年経つわけでございますよね。もうすぐ9年でございます。まあね、ラブライブね、本当に今やいろんなね、全国様々な地でですね、コンテンツ展開されております。まあ最近はね、蓮の空もそうですし、ね、沼津はもう、そうですけども、それ以外もね、いろいろ出てますが、まあ何よりね、聖地巡礼っていうね、そのね、走りとなったのはもうラブライブサンシャインですから。で、しかも町おこしっていう意味では、ラブライブサンシャインが唯一無二なんですよ。はい。虹ヶ崎とかね、スーパースターとか、まあ蓮の空とかございますが、これらに関しては、町おこしという要素はあまりなくてですね。はい。まあ、というか全くないですね。ラブラブサンシャインが唯一無二です、そこは。はい。なんかよくね、沼津じゃない、金沢がね、なんか町おこしみたいな感じで言われますけども、金沢ではですね、もうすでにだいぶ発展してます。はい。北陸地方の中でも相当発展してる、町なので、町おこしっていう概念はないですね。もう、もうすでに観光都市として、もうだいぶ、ね、一大観光都市としてもう築き上げてるので、もう新幹線できてからもうね、うほうほですし、蓮の空はね、そういう要素はない。なので沼津っていうのがやっぱり、本当にアニメとともにね、こうね、今日の成長を遂げたっていう部分は、やっぱり大きいというふうに思いますね。はい。まあ、なのでね、まあ、ぜひぜひ皆さんね、沼津、やはりね、コロナ禍ということもあってね、一時期はね、沼津訪れる人もやっぱり、そんなに多くなかったんですけども、まあ、でもね、そこから一気にね、こう、V 字回復じゃないですけども、しまして、まあ、今に至ってるので、沼津行ったことないっていうね、方も結構いらっしゃると思うんですよね、アニメ好きでも。なかなか地方で行けませんって方も多いんですけど、結構ね、僕もね、そういう話聞きます。まあ、なのでね、ぜひね、そういう人にこそね、やっぱり訪れてほしい、一回。うん。本当にそう思いますね。沼津はマジでいいとこずらよっていうね、感じで。うん、やっぱりあれはね、いろいろね、今もガイドブックとか出てますし、ね、ちょっと前にはルルブトラベルでも出てたんですけども、やっぱり、現地訪れてこその魅力っていうのはやっぱりあるんですよね。これはライブとかと同じで、ライブもね、僕は現地に勝るものは絶対ないってもう以前から言ってるんですよ。絶対現地行った方がいいですよ、というふうに言ってるんですけど、それ聖地巡礼も同じで、うん、画面越しじゃなくて、やっぱりね、目視で見ることによってね、もう大きな魅力、感じるものってたくさんございますよ。なのでね、ぜひね、皆様、ね、沼津、一度、まだ行ったことない方は、訪れてみてください。で、何よりね、何にもない時の方が、僕はね、おすすめしたいです。ゆっくり巡るのであれば。まあ、今回ね、地元愛祭りということでね、多くの方を訪れていて、まあね、それもそれで、沼津ね、すごくいい、巡り方できると思いますが、のどかでこう落ち着いたね、何もない時のタイミングに、こうね、ゆっくりこう巡るのがね、僕はね、好きですね。まあ、イベント好きな僕ではございますけども、聖地巡礼に関しては落ち着いたタイミングでね、なんかいろいろゆっくり巡りたいなっていうふうに、思うようになりました。はい。まあ、年だからですかね、そういうふうに感じるようになりました。まあ、なのでね、ぜひね、皆様ね、沼津、ね、機会があれば訪れてみてくださいという雑談でございました。皆様ね、沼津でのね、ラブライブサンシャイン展開がね、続いても8年というね、この衝撃のね、事実についてね、感じたことがあれば、ぜひね、コメント欄に書いてください。この動画、いいなと思う人、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。